銀魂メイキング。まずはよろずや3人の様子をお届け。森は魔物だ。何があるかわからないからな。はい、せーの。仲間を殺されちゃハマったんですよね。今日はいっぱい運動ありますね。この後銀ちゃん陸上部の走り方で走るのか。走るのやつだ。ケンブリッジですね。ケンブリッジですか。もう全部叫びながら。うわ銀ちゃん早すぎるんじゃん。銀ちゃん早いんだよね。まだ野党だからね。この熱演をぜひ劇場で。銀魂メイキング。今回は新選組3人の様子をお届け。いやいやいや、本当にいいシーンですもんね、その前のね。なんかお互いのもさ、心が通じてる。新選組は死なねえ。鬼の副長なめんじゃねえ。新選組起きただろ。真剣に演技に打ち込む彼ら、現場は常に緊張感に満ちていた。そして銀魂らしいこんな風景も。あ、新選組に。そういうのいいから早く行けや。この熱演をぜひ劇場で。銀魂メイキング。今回は騎兵隊の撮影の様子をお届け。辻斬りが出るから危ないよ。はい、カット。はい、カット。あっちメイキングのカメラ。あはっ、その痛みには興味がある。カットな。本番。本番。よーよー。お前そういうこと。この熱演をぜひ劇場で。銀魂メイキング。本作には豪華キャストが勢ぞろい。人違いだ。よーい、スタート。心配になるぐらいドーン。いいっすね。絶対安静にさせて出て行こうとしたら止めてくれって。止めるって何よ。おおおおお、元気じゃん。勝てる勝てる、痛い勝てる。さすがにちょっと痛くなってきた。全然大丈夫、それは大丈夫。多分痛くないところで結構やってくれてる。でね、綺麗に頼みたい仕事というのは聞いてないのかな、聞こえてないのかな。どちらも見たことがないので比較のしようがない。とりあえず感じがすげえな。エリザベス中の人役の。この熱演をぜひ劇場で。同じ寺子屋で学んだ幼馴染坂田銀時。うちのお客さんに何してくれてんだ。桂小太郎。ズラじゃない、カツラだ。そして高杉晋介。俺はできねえホラーは吹かねえ。彼らはかつて上位戦争を共に戦い抜いた仲間だったのだが、その後考え方の違いから別々の道を歩んでいた。俺の見ているもんはあの頃と何も変わっちゃいねえ。しかし運命のいたずらが彼らを壮絶な戦いに引き寄せていく。緊張も？すぐに来るよ。いつかはやらねえといけねえ相手だ。緊張。高すぎ。俺はただ壊すわけだ。銀魂。失礼します。パフェだと